ご近所写真じゃない29番目へようこそ。今日はですね、だいぶ前に行ったんですけれども、上田の写真でいろいろとお話ししてみたいと思います。上田へ行った理由は、この写真はちょっとなんかボケたというか不思議な、私的には味のある写真かなと思いますが、写真でありますが、これはルヴァンというなんとパン屋さんなんですね。上田に本店がある、天然酵母のお店なんですが、実は私の娘が、パン職人を目指していた、いや実際パン職人になりましたけれども、その目指す時にお世話になったのが、東京の富ヶ谷っていうところに、このルヴァンのあれは支店なのかな、東京本店なのかな、がありまして、そちらでだいぶお世話になりました。そしてある時、あれはどこだったか、群馬だったか長野だったかへ行った帰りに、そうだちょっと時間があるからちょっと足を伸ばして上田へ寄ろうっていうので、急遽上田へ寄りまして、そのルヴァンへ立ち寄りました。そして上田の市内の観光ということで、これはどうも十字架が屋根の上に立っているので教会みたいですね。でさっき映ってた建物はどうも美術館かなんかみたいなんですが、実はもうはっきり覚えてないんですよね。ちょうどこの季節は、この何ですか、紅葉の時期でして、とにかくまだ写真を撮るのがとっても楽しい時期で、富士の EP1 というレンジファインダーっぽい、形をしたそういうカメラで撮っております。奥さんを、撮らせていただいております。何カットかあるんですけれども、まあなんか左右のバランスその他微妙に不安定なのもいいよなぁなんて思いながら撮っております。このあれですね、色的にはなんか全体に合ってるんじゃないかなと。上田といえば上田城なのかどうか知りませんけれども、出かけました。まあなんかお城あるとお城行きますよね、ひとまず。それでこっから先はケチな話ですが、なんか入館料みたいなものがあんまり高いとやめたりなんかしまして、外から撮って終わりにしたりなんかして、まあ、この上田城はさすがに、観光地ですから、こうやって多くの方々が、観光にね訪れてるんですね。もう秋晴れのなんか観光には最高じゃないですか。遠くに、普通の山普通の山なんて失礼ですよね。上田の信州の山が見えております。以前アリシアの森の県人会で長野県人会っていうものを開いたんですが、その時面白かったのは、皆さん長野県人ではないとおっしゃる、私たちは信州人だっていうんですよね。いいですね。なんかね、東北人とはまたちょっと違うんだと思うんですが、信州というその響きの中に何やらこの誇りと言いますか、プライドと言いますか、他の日本の皆様とは違うのよ私たちは、というその信州の方独特の、雰囲気があったなと思います。これはお城の中をいろいろと散策をしておりますね。なんかお城っていうところも、このこれは鉄砲打つ窓ですかね、四角いの、ああいうなんていうんですか、独特なこう造形美っていうかありますよね。この石垣っていうのもまあ不規則なんですけれども、しかし重力に耐えて成り立っているっていう中には、例えば物理で言ったら非常に規則的な並び方なのかもしれないですよね。ある種の美しさを持っています。やっぱりなんか馴染みますよね、このカシッとした四角っていうのは、真ん中の格子状のところがそんな感じではありますかね。まあこれを作るっていうのは大変ですよね。ピラミッドなんかだって、ものすごい人数の人がものすごい重さの石を運んで作ったんですけども、日本のお城だってそうですよね。どれだけの人がこれに携わって作ったのかってことを考えると、やっぱり当時のこの城主の力のありよう、どんだけわしゃ力があるんかっていう、
すごいですよね。もうこんなところ住んでたら今時タワーマンションですからね、こんな高いところで住んで、しかも窓ガラスはないんでございますから、なかなか冬などは寒かったんでしょうね、でも城下を見渡す、なんか自分がまあ何ですか、祭り事をしているその地域を上から見落とす、見落とすじゃない、見渡すっていうのは、まああの巨大な、モニターカメラっていうわけでもないか、監視カメラっていうわけでもないか、こんななんか人もですね、お城を散歩してたら出会いまして、まあこんな陽気なと言いますか、焼けっぱちなと言いますか、まあこんなおじさんになってみたいもんだなと思ったりもするわけですけれども、まあ、めったに会うタイプではないかなと思いますね。まあ僕はこういう人が座っていないちょっと寂しげなベンチとか好きですね。このベンチに勝手に人を座らせて、自分の勝手な物語を始めてるのかもしれないです。あるいは勝手な思い出みたいなものを自分で紡いでるのかもしれないですね、それにしてもまあ紅葉というのはなんていうんですか、赤くなろうと思って赤くなっているのではないのに素晴らしいですよね、実はあの我が家でこの春から家庭菜園っていう、それも巨大家庭菜園を始めまして、妻がほぼそれを一手に、こう引き受けてやってるわけですけれども、なんかこのなんていうんですか、例えばナスが種を植えたらナスになるとか、キュウリもキュウリになるとか、不思議だと思います。こういうこの木々もね、なんかこの一年の物語の中で、若木の頃緑が芽生えて、そしてその後こう夏に風にもうこう何と言うんですか、青い青い真っ青とは言わないのかな、葉っぱを揺らせながら、そして秋になると赤くなったり、こうして黄色になったりして、やがて落葉をしていく、そしてその落葉は次の世代の栄養になっていくっていう、まあこの木々の循環というのか、すごいもんだなと思います。僕らも、まあ僕らじゃない、僕は少なくとももうあの紅葉シーズンに入った年齢をしてるわけですけども、自分自身がね、なんかこう落葉してなんかの役に立つような人生だったらいいのにと思います。まあ、このルヴァン、今回これはボケてないかな、このルヴァンはですね、本当に天然酵母のパン でしかもあのメインに食べるパンではないんですよね。そのメインディッシュがあって、その脇でメインディッシュをこう引き立てていくパン、ドイツ系のこう固いパン、ちょっと酸っぱかったりするパン、なんかこのルヴァンのこのパンのあり方も僕にとってはすごく教えられるものがあります。上田どうもありがとう、また会いましょう。